これゴミ袋じゃない？あれ？これちょっと間に投げてみようか。こんにちは、アルです。さあ今日はですね、久々にオクトのネタが来ておりますのでやっていきましょう。こちらです。じゃじゃん。ふわぴよひなころ39633。ありがとうございます。あともう一つ小ネタです。オクトエキスパンションのデータバンク駅というところに、姫ちゃんが上に引き寄せポイントがあるぞっていうところにゴミ袋が2つあります。そこのゴミ袋の間にカーリングボムを投げてみてください。ハマります。調査お願いします。久々に小ネタ、小ネタらしい小ネタだな。ちょっとやっていってみましょうか。ゴミ袋が2つね。データバンク駅をまず探さんといけんな。データバンク、あったここですね。灰色路線の D の10。朝も夜も働いています。データバンク駅。行ってみましょう。暗がりを進んでゴールせよ。ああ、なるほど。なるほどとは言ったものに全然覚えてないな。暗がりね。カーリング、あ、竹か。竹でやるのか。カーリングじゃないとダメだもんね。よし。行こう。OK。あなたもご存知の市街地線。暗がりでは何かが出てくるかもしれません。足元はもちろん頭上にも注意ください。あー、なるほど。OK。500円。よし。入場料払って行きましょう。あー、なるほどね。げ、ここってハイカラスクエアの近くじゃねえか？これあれですよね。チュートリアルだな。そっくりですけど、ここも実験場のようですね。なるほど、なるほど。たわね。はいはいはい。チュートリアルのね、最後ら辺から、ちゃんと気づかせてくれる、セリフがあったんですね。テンタクルズの二人からね。上に引き寄せポイントがあるぞっていうところか。オッケー。お、ヘルメットかぶった。ラッキョ娘。オッケー。あったあった。あー、確かにね。絶対なんか出てくるんだろう。これは、チュートリアルとこだね。あ、出てきた出てきた。竹いいな、面白いな。全部壊していって。お？ふふ。お、めっちゃいくら出た。ラッキー、あ、これゴミ袋じゃない？あれ？これちょっと間に投げてみようか。はまんねえな。いや、でもこれゴミ袋やで。あれ？これじゃないゴミ袋か。多分場所は違うよね。姫ちゃんが、なんだったっけ、姫ちゃんが上に引き寄せポイントがあるぞっていうところのゴミ袋なんで、あれじゃないゴミ袋がまたどっかにあるっぽいね。ああ、タコちゃんの魂がどっか飛んでったね。どこかな。お、光線的な。てか、網邪魔だな。ん？てか、あそこに引き寄せポイントあるな。あの辺かな。あの辺で言うかもしれんぞ。あぶねえ。あぶねえ。一旦休憩よ。ん？よし。で、あ、ここゴミ袋あるな。ちょ。姫ちゃんが、上に引き寄せポイントがあるぞ。よし、行った行った。ここだ。これ、ペイッ。間にうまく投げにいけんのかな。ペイッ。そこのゴミ袋の間に、上ってことかな。ほい。あら。
おい。おい。こっちかな？ここの間かな？えい。いくよ。そりゃ。これうまくやらんとはまらんのかな？へい。あ、ない。へい。違うな。あ、ちょっと右利きなので、右に寄ってんだね。オッケーオッケー。あれ？はまんねえな。はい。はい。おぉ？ちょ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 。なんかタコちゃんがハマってますね、これ。ほら！はまんない。やり方が違う？この2個の間にってことかな？あら、どこ行けよ、どこ行けよ。ここ？パカパカ。ゴミ袋の間にカーリングボムを投げてみてください。はまります。なんだろう？お、おお。面白いな。跳ねる場所が。ここ面白い。トト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 ン。はまってる？これちょっともう一回見てみましょうか。そのゴミ袋の間にカーリングボムを投げてみてください。はまります。おう。これもしかして、もしかすると、カーリングボムがはまるんじゃなくて、僕がここに投げるのがちょっと楽しくなってはまるっていうことかな。え？まさか。ま、ちょっと楽しくなってますけどね。うまく投げたいなっていうのがあって。はまっちゃおるけど。カーリングボムに乗れる説。赤くなった時に乗れる説。いやー、はま、タコちゃんが、こう、間に、あ、これどうなったんかね？どこおるんだろう？ちょっとわかんねえな。僕はハマったんですけど、そうじゃなかったら、違うかな。ちょっとふわぴよさん、また見てらしたら。おぉコメントで合ってるのか、教えてください。よし、とりあえずここをクリアしてみましょう。すげえな、この、チュートリアルの、コースをね。なんか、それは、小ネタでよくいただいてたんですけども。うわ、危ない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 。ちょっとちょっと、危な、乱暴者がおるな。乱暴者にこっそり近づいていってみよう。やべやべやべ。うわ、乱暴者が。危ない危ない危ない。あ、お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 、危ない危ない危ない。あ、なんか水やりしおるみたい。なるほど。ゾネスちゃん。うわ、バレたー。よしよし。ゾネス、よし、バレてないぞ。よしよし。ふう、焦ったな。ちょっとね。お、オッケー。で、どこに行くんだっけ？俺、どっから来た？こっちかな？箱壊れてないもんね。バイーン。こう来て、あらららら。あっちかな？おそらくはここでしょう。よし、最終チェックポイント。そうか、俺にはカーリングがあったんだ。ただ、オッケー。チュ
シュ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 。まだ来るな。ジャンプしてよくだぞ。何このこれ。ピョーンってなってるの。関係ないか。道路にあるやつか。よっしゃー。で、カーリングを。あれ当たるんじゃない？カーリング。いい感じで。いけ！よし、当たってないのか。危ない。これは、大丈夫？バレてないね。危ねえ。これは。オーケー。3、4、5。ちょ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 。全然壊れねえな。あ、あったあった、ゴールか。オーケー。なるほどね。ちょっと、再調査が必要かもしれないんですけれども、ハマるっていうのは、僕がハマるっていうことでよかったのかな。オーケー、よいしょ。オーケー、データバンク駅、やりましたね。はい、戻ってきました。ゴミ袋の間になんかハマるって書いてあったんで、カーリングがカポッとハマるんかなと思っとったんですけど、どうかな、僕の調整が悪かったのか、それとも僕がカーリングを投げることにハマるっていうネタだったのか、ぜひ見てましたら、真相を追加コメントお願いいたします。これハイカラウォーカーだよね。あれすごい、ここから A ボタンでハイカラスクエアに戻れるんじゃ。俺これ全然知らんかったな。マジで。こうやってこのプラス X ボタンを押して、こうマップを開いてプラスボタンを押してましたね、今まで。マジか。このハイカラウォークを見たらハイカラスクエアへ思いを馳せるってなるの？これちょっと買おうかな、この本。ちょっとやってみますね。あ、ほんとじゃ、普通に戻れるじゃん。知らんかった、あれは。思わぬ発見もあったんですけれども、久々のオクトレタでしたね。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、あとネタの提供、ミステリーファイルの、ね、やつ、お願いします。ミステリーファイルは、僕全然見つけてないんで、今ね、見つけるっていうミステリーハンターという企画もやっておりますので、ぜひ見てやってください。ませませ。じゃあねー、バイバーイ、ぴょんぴょん。